んにちは、泉あかりです。今日は先日購入したレベル200に乗っています。なんか吹雪の中を走っているように見えますね。どうしてこうなったんだろう。家を出るときは晴れていたのですが、それから30分も経っていないのになぜかこうなりました。人生って理不尽だと思いませんか。新しく買ったバイクがあって天気が晴れてから走りに行くしかないでしょう。そう、晴れていたんですよ、家から出るときは。なのに今はそう寒い思いにしながら走っています。あまりにも寒いので大竹の芝空港に無駄に寄ることにしましょう。一応道の駅なのですが、特に見どころなんかはありません。田舎にある一日二便の小さな空港です。どうして道の駅なんでしょうね。空港さえできればこんな田舎の活性化することになったのでしょうか。そんなことより、とりあえず暖を取りたい一心で空港に寄り道することにします。心なしか、さっきよりも雪が強くなってきましたしね。ちなみに、ここは無料の高速道路です。気軽に降りられるのがいいですね。目の前にあるのが、道の駅大竹真城空港です。なんか、雪が止んだような気もしますが、せっかくなので行っていきましょう。以前来た時から何か変わっているかもしれないですしね。もっとも、結論から言えば何も変わっていませんでしたけどね。意外と車が止まっていますね。隙間スペースにサクッと止めちゃいましょうか。ちょうどいい隙間があったので、ここに止めることにしましょう。雪は止んだものの、寒いので早く建物の中に入りたいです。レストランでちょっと早めのお昼ご飯にしました。避難地鶏の親子丼です。味付けは正直微妙だったかな。それでも体は温まったので出発することにしましょう。青空が見えてきて天気も良くなりましたね。そうは言っても寒いのは相変わらずです。あと少し走ったらおとなしく帰ることにしましょうか。もう少し進むと元々の目的地の道の駅があるので、そこまで行こうかな。ちょっとだけバイクに乗りたいときによく行く道の駅です。近くもなく遠くもなく、無料高速で行けるちょうどいい場所にあります。もう一度高速道路に乗っていきましょう。ちょっと気抜きをしている間に本当に天気が良くなりましたね。雪が降ったのは少しの間だけだったようで、道路は完全にドライ状態です。それにしてもこのジョメルの時は加速力が低いですね。だんだんと慣れてきましたが、高速の合流はさすがにパワー不足を感じます。時速60キロ以上を出すには結構大きくでひねらないといけません。高速道路には不向きなバイクですね。今ようやく時速80キロまで加速しました。買う前から想像していましたが、やっぱり遅いですね。下道に戻るとなんだかほっとします。時速60キロ、全然70キロくらいがちょうどいい速度ですからね。無事に道の駅に到着したところで、今回の動画は終わりにしましょう。それでは、また次の動画でお会いしましょう。またねー。